居酒屋の男女兼用トイレでしょんべいをしているといいそう。急にドアが開き、米倉涼子さんが入ってきた。あ、すいません、鍵かけるの忘れちゃってと言いかけたところ、米倉さんが間髪入れず、え、チンコちっちゃと言ってくる。確信をつかれた俺はあたふたしながら、あ、いやまあ正月明けですからね何それと意味のわからない言い訳で乗り切りたい